こんばんは。そうしましたら時間少し前ですけども、今週も金曜日の定例対戦会の配信始めたいと思います。よろしくお願いします。四季の細道のプチ大会、9時頃予定となっておりますので、本日も開催すると思います。しばしお待ちください。では対戦の様子を放送でお楽しみください。
Thank you.
Fight! Fight! Fight!
Thank you.
Psycho! 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 Psycho!
Sign code!
はい、スパーツ X お楽しみの皆様にお知らせです。今日ネームプレートを買ってきました。なので、一部の方にはもう書いてもらっているんですが、私、大変な間違いを犯してしまいました。1人2枚必要です。
すみません、1枚しか書いてない方、もう1枚お書きに、なってください。よろしくお願いします。Thank you.
Cyclone!
ろすいません9時も過ぎたので大会始めたいと思いますので配信台の方、うねさんとセロテープさん一度終わりでお願いします。今日は、12名様か12名様集まっていただいてありがとうございます。初戦は、ロードさんの S 剣とセロテープさんのガイルです。じゃんけんをして今日はなかなか熱い戦いが時間が押しちゃってるんでちょっと今日はね自分はあんま確認したかったんですいませんね申し訳ないのですが最後で じゃあロードさんとセロテープさんじゃんけんをして 1P2P を決めて決め何をアップしてない？アップか、そのアップ。今日はちょっとお足元の悪い中、12人も参加してくださってありがとうございます。ということは 1P 側がセロテープガイル 2P 側がロード S 剣あ、じゃあ始まるのかな。じゃあデイトナ式の細道始まります。誰か一緒にマイクお願いします。このそうなんでか分からない。あ、もうどなたでも。じゃあちょっとマイクよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ネロガイルです。あ、裏ケニさんと渡す。あ、いきなり昇竜拳。さあ、ほぼ山本さんに代わって、はい、はい、ちょっと音量があったよ。今ちょっと音量を見てます。あ、ソバットで押し返して波動拳と波動最近ロードさん波動めっちゃ打ってますね。私の見た感じでは。セロテープガイルっていうレア、はい、苦手なの。でもあのセロ様ガイルな、まあ、上手いって言い方ちょっとどうなのかなと思う。すごい私しっかりしてると思いますね。バイスケンはこの飛び込みのね足をなかなか相打ち取るのも大変だと思う。まあ、自分の中ではなんか。S ケンは全身狂気ですからね。確かに。ソーリーの S と言ってる人。そう。ガイルキック。果敢に飛び込んでいきますね。そうですね。上、あれ裏切るからちょっと怖いんですかね。今のはサマーじゃなかったですね。一言みたいにサマーとか全部ソニックサマーで。今ちょっと待って、ソニックだったのかどうなのかね。大隅か手を出したね。まあいざ自分ができるかどうか別として言いたい放題です。さあ、めくりの竜巻いい感じですか。結構飛び込みますね。
アグレッシブ、ガツガツ、ガツガツ、ちょっとこれは勝利の出方を見て、でもこれ気をつけないとアッパーとか来ますよね。そうそう、アッパーも調子乗ってると打ってみていいと思います。おお見たか、ダブルサマーが当たりましたね。そしたら山本さんのチュンリー、はい、ロードさん残念。あのガエルの色っていう人あんまりいないですよね。あのピンク色の、う、ねはい、どうしちゃったんですかガエルは。私的にこれアメリカ人スーパーソニックスーパーソニックもういいって。そう、なるほど、なんかそうですね、まあ、ソニコと似てるなみたいな。中パンチ決定でピンク色しちゃったみたいな、ちょっとそんな感じですか。さあほぼ山本さんのチュンリーですね。オレンジ色のチュンリー。この組み合わせ結構、はい、五分までいかないけどやっぱチュンリー有利なのかなという感じです。あー確かに、でもなんかまあやり込んだガイルって言い方ちょっと難しいですよ ね、 難しいですね。そのやってる、まあ、度合いというか知ってる度合いか、ね、やってるって言い方おかしいな、知ってる度合いでなんかガイルも勝ちそうだし、うん、ガイルとしてはちょっと間合いを離したい、でも対空がちょっと難しいみたいなね、はい、なんかソバットも調子に乗って打ちすぎると結局、うん、さあ画面端そう固めてけ、結構飛び込みますねガンガンもオラーみたいな風的な。おー、スバットが、そうあれ有効ですよ、うん、あ、私勝つで、結構両者飛び込みますね。あー、今飛び込んでからソニック打ったみたいな、前陣を見ってやつですねなんだそれ、お互いセロさんのソニック結構早い早い、そしてガンガン飛び込むとあ、これどうなる、おお、いいよいいよ、あ、削れない、どうすげー減ったぞ今なか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 の減りでしたね今はね。さあ、ネロさんガエル、このガエルもちょっとピンクがかってますよね、髪がね。あ、色の話ですか。そうですね。ちょっとグレテール的な。グレテール的な。そんな話をしてたね。ピンクですよ。まあ、紫色のおばちゃんよりマシですけど。おっと、ソニック投げ結構果敢に攻めていってますよ。お、いいですよ、画面端に投げる。これいい判断。おっと、チュンリーも、おー、いい投げ返し、右残って、さあ、ドットないっすよ、おー、いいですね、強ソニックで着地に当たったみたいな、さあ、これ、対空が結構ね、難しいんですよね、完全にゲームスピードが、見つけの後っていうのもちょっと微妙な。そうですね、いいですね、前そばといいですね、あれ果敢に行った方が状況的にはそうですね、通らない、おっと電子消極、前足の置き方も結構いい感じです。お、いいですよ今の中盤、冷静に行きたい、飛び出す、おいい、あ、今のいい判断、いい判断ですよ、壁、あー削れちゃいましたねほぼ山本チュンリーが取り返しました。いいですね、いやーすげえ百列強すぎだあれ、お、いい姿勢ですよ、前そばと、いい戦いですよこれ、あ、もう苦し紛れにあのショーキック前ジャンプ、ここで決めた、一瞬時が止まったって感じでしたねさあほぼ山本純理2勝目、
さあまたガイル、さあ今日はガイル多いですね。ガイル祭り、さあ噂のどちらも通ると怖い、通ると怖い噂のガイルが、この色がね強いですね。そうですね、なかなか波に乗って強いとコメントありました。これあれですよ、白いガイルなんでインド系のガイルです。あーなるほど、ちょっと日差しに弱い、日差しに弱い感じの。ダメですよそんなこと言っちゃダメですよ、通らない、アウトドアですよ。あー冷静に投げる、見ましたね、露骨でもないか。このガイルはもう色で強いって感じがありますけども、さあ対空がやっぱり厳しい、そうですね、厳しいですよ、この組み合わせ。おお、いい、いい、いい対様、おめくり、いい連携ですよ、おいい、いい攻め、いやー通ってしまう、うわ今減りましたね。さあうねくんが敗れてほぼ山本チュンリー勝利。なんなんだあのオレンジ色のチュンリーは何者なんだ。ヒカル君バルログですけど、あ、あのあれですよ、まだ始めて1ヶ月ぐらいのバルログですよ。マジっすか。さあ新参のバルログ使いということで、何勢なんですか、もともとは音ゲー勢です。音ゲー勢、僕と一緒です。音ゲー勢のバルログ使い、あの最近あの僕と店員を変わった子です。はい、なるほど、あ、そうそうですよ、そういう感じなんですねそういう感じなんですね、はい、お、さあこのチュンリーのわからん殺しに、おお、うまい、いくよ、いくよ、バルセロナいい感じ当たりました今、いくよ、積極的にいきたい、あー、見てる変わりましたね、これはちょっと経験の差ですね。そうですね、容赦ないほぼ山本さん、いやもうバルログはもう何やってんのか分かんないぐらいやっちゃっていいです、ちょっと思いますよもうおっ、おっ、そう、あれ正解ですよ、投げる、うわー、クーライクきっちり、なんかほぼ山本選手もショー、おー、うまい、ショー、いいですよ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 、おー、いいテラ、いいテラ、おーい、しよいよ、おーい、ゲージはもないぞ、おーい、初めて1ヶ月ですよ、まだ、まさかの1ヶ月ですよ、まさかの1本取り返した、投げて、あさあ、あー厳しい、あー厳しい、ガードがちょっと硬かったですね、さあすごい連勝を重ねてますよ山本さん。ヒカル君多分あれですね、 X と同い年ですね。お、 X と同い年の方が、私、まあ、年バレますけど、ね、スパッツと同い年なんで、94年、93年です。3年、ああまさかの緑色の竜で入りましたね。あ、いつも、あ、いつも、あ、はい、そうなんですね。この人はあれですよ、僕 の、 あの先輩ですけど、 あのもう10年ぐらいデートナー通ってるんで、はい、なるほど、地元民ですよ、超地元勢、頑張ってもらいたい。アーク高等学院から引っ越してきた、八甲学院に、八甲高校に引っ越してきた、アーク勢ですねおー、容赦なくもう八甲高校甘くないと、年齢だけは高いと、あーピヨった、あー苦し紛れの投げ、かなりドットの持って削れる、残念な連続技を見せたんですが勝ってますね、なんとなく勝ってます。アーク高等学院敗北です。また次のカプコン高校の連覇が、次の機会を楽しみにしてます。さあ、かわしむ
さあここでいきなりつわものがかわし…何ですかキャラは。ザンギ、これはサブキャラでも相当強いと言われるやつですね。これ結構ザンギきついんじゃないでしょうか。おうわストロングスタイルですねこれ。あー来た、来ました来ました、伺って、あ今の、あ吸い込む、減るな、大大スクで減る、手を消して投げに行く、手のひらでお手合わせ。さあこれはいい、ジュンディに頑張ってもらいたい。怖い、あー少しだ、全部、あー壁来て、あーっとこれはダメだし、あー、あーお、天守当たりましたよ。お、残機相手に当て投げ、あーもうぴったしカンカンでしたね。勝ち合っちゃうとどうしようもないです。カワシムザンギフス、勝ちましたね。山本さんが何連勝ですかこれ。かなり勝ってましたよ。5連勝、ほぼ山本さん5連勝、決勝進出濃厚でしょうか。さあこのベガかなり強者ですよ。どこの一体何者なのかですね。今も昔も変わらないスタイルですよ。そうですね、これ20年ぐらい前にこういう光景を見たことある。ソファイブでも同じ光景が繰り広げられてますから。これでもベガが結構きついような気がするんだけどな。これザンギに飛び込まれると、あーしょうがない、ちょっと、そうですね、ザンギが飛び込めるか、ベガが飛び込ませないか。基本ベガはカニベガという、立ち台キックをこう立ちのキックを当てて、お、いいですね、スライディングいいですよ、リーチを生かす、おー、大回した、いい感じですよ、おー、スライディングが機能する。さあ、回っているのをきっちり見てスライディングをさせたいところ。これベガが結構立ち台パンチが使えるんですよね。怖い、さあいいですよ、何か当てれば、さあ画面端から画面端、あーっとこれはチャンスか、近づいて、あー飛ぶけど、おお最高、いい、いい判断です、大最高、いい判断。あーかなり一つっぽくなってきましたね。あーっとこれはスクリューまで、あー暗い投げ、あー画面端の投げには負けない。そう、画面端の投げがちょっと特殊なんですよね、あれ投げた側が不利になるタイミングがあります。さあ次、さあいろは、いろは、いろはさんの龍、はい、いつも通り、いろはさんの龍、龍、いつも通りですね、いつも通り、はい、あ、いつも通りですよ、いろいろ使われる方なんで、はい、半分以上は龍ですね。あ、なるほど、はい、大会用なんですね、まあ、の場合は、なるほど、はい、なるほど。さあさあ、これも一つ、いいカードですね、ザンギ龍、今も昔もよく見る、結構熱いカードですね。このね、ザンギの立ち中キックがね、優しいんですよね。もう一説によるとザンギ有利なんじゃないかぐらい。うわ、減りますね、今の。吸い込みますか。あー、きっちり。しゃがみパンチが、さすがは川島さんというところ。ぽっこり入りましたよ。そう、あのちょっともいい体育ですね。そうですね、道着側はやっぱりザンギは
下段をきっちり刺したいところなんだけども、それをいかに見せないかがザンギー上手い人の圧力がこれ半端ないですね。もう厳しいなってしまいますね。完全に攻略する世界ですねこれは。結構ね近距離の突然の大ファイヤーとかね、いい感じなんですけども、なかなかそんなのを触れる勇気も、もうやってる間に思い出そうみたいな感じですかね。さあ白がいる地元勢ですね。さあ今日ガエルが相当多いですね、やっぱ人気キャラ。さあ画面端追い込んで一旦下がってと噛み合いますね。アイスクリュー減る、よし、飛びを見れるのが一番いいんですが、いやでもすごい圧力ですねザンギが。一度ハックンセロテープ、あーっとリバーサルのサマーが、一度ハックンセロテープザンギに勝ってるので、おザンギに関してはまあなんかやったことはある、なるほどという感じ。さあ頑張ってもらいたい。さあ移動ソバットで、まあ、ガード下までは良かったですが、間合いを調整はしてるんですけどね。いいですよ、飛び込みがうまいですね残業が。やばいですね、あすごい、これは半分わからん殺しのような、そうですね、むごい感じの飛び込みが来ました。開幕、さあ画面端、さあ弾を取られると厳しい、と暴れる、つながらない、赤尾でしたね今、あ通らない、これはもう開幕で半分以上決まってしまった。暴れる君ですねこれ。さああっという間に何勝、4連勝ですね、4連勝、カーシムザンギフ4連勝。さあポワトリンバルログ、ポワトリンバルログ、フラケニさん何のキャラ使うんですか。フラケニさんキャラ何ですか、キャラ SK キャですね、あまあ見たことはありますね。さあエスケンの出し方が分かるんですね。エスケンですか、出し方は右右右左ですよ。あなるほど、はい、さあバルログがなんだかんだ言ってるうちに、なんだかんだ言ってるうちに空中から刺していきました。やっぱりこのキャラ強いですからね、一人マグカップみたいな、かなりあの空中の制御がかなりやばいという。おっとザンギフ吸い込んでいく、かなり前進してますよこれ。空対空、おっと来た、はい、吸い込んで一本取り返していく。さあここで、川島さん連勝すると山本さんに並びます。んー相打ち、やばいやばいやばいと言ってる。お、かなりうまいですよこのキャン、お、この緩急つけた、あおっと上から刺さって、表だった、僕は裏だと思いました今の。はい、フラケニさん S 剣右右右左ですよ。エスケンバルログ、どうも川島です。弱小竜ちゃんと刺して、弱小竜、おーいいですよ、ピヨりました。さっきの前の空中竜巻のコンボでピヨり一歩手前ですね。弱小竜刺して、バルログ相手にはめくっていきたいところ。さあポアトリン、ポアトリンあれですね、エスケンに対しても結構ヒョウ言ってますけど、ケン側としてはあのヒョウをね全部落としていかないといけない。あー大昇竜は、いやー爪がない、爪がないぞ。
お、詰め取ったか。取ってないよ。詰めなんかいらねえと。私バルログとやるときはいつも垂直ジャンプ大キックですか。あれをよく使うんですけど。お、大昇竜。そうです、大昇竜でも届きますね。そうですね。さあワルログ側いいですよ。なんとか地上から行かないと。剣は苦しいぞ。いいですよ。さあかなり早出しの恐竜剣。ゆっくり竜巻。あーっと、これはドンピシャー。さあポアトリンバルログ陥落と、2周目ですね。ヒカル君のバルログ、もう1回バルログです。さあなんと、もう一回バルログですね。さあなんとかバルログは地上から、そうですね、チクチク、そうです、そうです、そうです、いいですよ。おっとさあジャンプ大キックが爪に負ける。投げにはいかず、昇竜。さあいい勝負です。おっと、昇竜かさたり。これは投げた。ちょっと待って投げですね。さあこれいい勝負ですね。さあ昇竜は、あ、昇竜当たった。さあカラージャンプからの中足波動。さあバルログ苦しいか。あっと爪を重ねにいく。投げにはいかず。あっと、いいっすよ、いいっすよ。中詰め、中詰めの跡が何もなかったですね。さあ、ハクガイル、エスケンガイルですね。これはあれですね、リアルガイルですね。リアルガイルですね。リアルガイルですね。もう、格好も現代のガイル風ですから。そうですね、かっこいいですね、ガタイもいいし。さあ、エスケン戦は結構難しいですよ。そうですね、僕といつもやってるのでエスケンは慣れてるんですが、いかんせん何がケニさんとあんまりやったことがないので。何が強いって、もう飛びも強いし波動も速いし昇竜拳強すぎるし、もうガイル側は飛びを通すしかないですね。これそうですね。なんとかソニックで体力を削っていって、飛びを相打ちで、この強波動、強波動を飛びおっと、あー繋がらない。ちょっと待って、昇竜エスケンの強波動を無事に飛べると確定するので、そこを飛ぶしかない。さあでも波動大勝利置いと置いたが、弱勝利出る。おっ、さあめくりにいって、めくって繋がらない。さあ、さあまだわからない。さあソニック、ソニック、いいですよ。さあいいですよ、ここからあー、なんと投げでし、使ったのを見てから前歩いて投げでしたね。これはもうしょうがないですね、勝負だったんで。はい、がんこちゃんバイソン。はい、がんこちゃん、がんこちゃんのバイソン。はい、がんこちゃんとは誰なのか、いやわかんないですね。がんこちゃん、がんこちゃん、何のキャラですかね。NHK ですよ、NHK。 NHK に間違いはない。ピンクの怪獣ですよ。あ、怪獣なんですか。女の子ですから。とても女の子に見えないですけどね、これね。とても女の子にある。まあ名前はそれっぽいですけどね。さあピオリーチとなんとかしのいだ。さあさあエスケン側はなんとか、いかに弱勝利を通すか。そうですね。さあ前に歩いてくる、歩いてライパン。おっと、これは通してきた。これ結構バイソン有利なんですけど、いいですね。そうですね、スケンだと膝ではめ殺すことができないのでね、通常の立ち回りから殺しに行かないといけないっていう。いいですね。さあしかし波動が速いので、スパコンが溜まるまでは結構波動打てると。勝利出る。おっと、これはガードできなかった。
ここカッサタリシュートしてここ投げたいい判断です。今多分ヘッドを出したんだけど出なくて次の投げが間に合わずって感じでしたね。なるほど。さあウネガイル、さあ2周目もガイル3人です。さあきっちり見て、さあ裏手にさんがこれで4勝ですね。これ勝つと5勝きっちりつなぐ。さあ S 剣戦、対空間違えると死にますよ。おサマーいい反応。さあソニック、さあ飛んだ。さあ開幕はガイル何もせず、あっと勝利を食らう。めくりはガード、さあガード硬いですね。さあ2回目の波動拳に裏拳を合わせていく。おっとピオリ、俺は投げで死んだんではないか。チャンスだ、ものにできずと。さあ裏拳さんが4勝でストップ。5連勝山本さん、ネロガイル、川島さんの残技が4連勝の裏ケニさんのエスケンも4連勝と。さあガイル、ガイル対決ですよ。そうですね、しっかりやうち、いいですね。最近だいぶ対空を覚えてきてね。さあソニック出ない。さあ飛びをミニバズーカで落とした。ソワットがスカッて、さあウネさん、ウネガイルが一本と。さあソニックの打ち合い、ソニックは少しウネさんが押している感じ。さあ対空潰されてしまう。さあソニック食らった。さあソニック出ない、ソニックが出ないと。さあアッパーで落としたが体力はきつい。さあ飛びから投げ、超高めの中キック、飛びから投げた。さあこれで勝負は分からない。さあサマーめくりにはいかず、さあちゃんとアッパーで落とす。さあ遠い前でシューサマー、さあちゃんと落としてますね。うまい、今のはうまい、いい判断ですね。さあこの画面端行ってからがガイルの真骨頂。さあちゃんとソニックでダメージを奪う。おしっかりアッパーで対空。さあネロさんがガイル対決を制して、さあ次は、ポアトリンのホンダ。さあボタンを連打する音が聞こえるが開幕は百列出さず、あっと抱きしめに行ったが拒否。
足の解説。きついぞ。ガイルは踏ん張りどころ。あっと、サマーが負ける。あ、大一応超機能してます。あれはもうちょっと引きつけないと ね、 そうなんですね。サマール落ちないんですよね。尻が迫ってる。さあ、欲望の塊のホンダですね、これ。突っ込んでくる。さあ、逃げたぞ。お、これで体力だいぶリードしますよ。さあ、これがいい。あ、いいっすよ、今の。2点目は、痛い。早出しの中キックある。空対空を読まれて、そうですね、多分早出しの中キックを食らってしまったの。強いっすね。さあ、ポアトリンが一勝。さあ、なんとここでザンギ。なんと我らがセロテープ。これはこれはメインの色ですね。きついですね。さあ、しかしここは経験豊富なセロテープさんが腕が問われますね、これ。あっと、掴んだ。揉む関取を揉む。張り手が強い。これはいや、かなり順当な勝ち方ですね。本田が宙を舞ってます。うまく台足。さあ、飛びから。いい飛びですね。おー、うまい。今のはうまい。かなり。突きが刺さる。5番連打してるのに。超連打してる。かわいそうですね、だけね。さあ、かわいがりが、かわいがりが、おっと、足丸。さあ、どうする。これはバンジキュース。あー、強い。ポアトリン山強すぎ。おそらくね、連打してるだけですよ、あれ。ガチャ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 。さあ、次は鍋屋さんの高橋名人と長回。さあ、これは逆に。おっと、ダルシムですよ。あ、違う、龍か、ごめんなさい。さあ、龍側はホンダになんか負けれねえと。さあ、頑張りどころですよ。さあ、このホンダは前進しかしないぞ。さあ、ちゃんと見ているのか。これは見てないかな。今のね、絶対に大一勝食らう系の削り込んだってる。緩急つけるところではなく、もう突っ込みまくる。突っ込みのパートリーです。開幕連打の音が聞こえるんですけどね。逆率はやらないですね。まあ、中期いい対空ですよ。前にガンガン飛んでくる。昇竜が出る。おーっと、ガードしている。さあ、波動拳飛んできたぞ。まだ飛んでくる。おっと、尻が当たる。おー、腹が当たりましたね。上り腹。さあ、ポアトリンが単勝かな。このぶつかり稽古どのくらい続くのか。あ、次俺か。さあ、さあ、つわもののダルシム入ってきました。カーシムさんですね。さあ、このぶつかり稽古をどうさばいていくのか。すごい、もう全身あるのみ重戦車みたいな。あー、いい対空、空対空。アシムさんがまず1本ですね。テレポの使い方が本当うまいですね。
さあポアトリンホンダ、もう食らっても食らっても前に飛んでいく、冷静に対空で川清水さんが勝利してますね。選手としての誇りが前にあるのかと。さあ1巡目でかなりの殺戮を起こしてきた山本俊二ですね。一人で喋ってます今日。この俊二の色もあんまりないイメージですね。見たことないですね。さあ男子もこれ結構チュンリーさばくの難しいっすよ。あーいやらしいいやらしい、あーおうなっちゃいますねこれ。あーここはうまくさばいた。ほぼ山本チュンリー、ほぼチュンリーなのかほぼ山本なのかみたいな。さあ受け身からの投げ返し、あー百裂サーブレ、これ痛いんですよ。おーうまいぞ。これ秋牛、おっと、あーっとこれが当たってしまった。さあイーブンですよ。白熱超減りますねあれ。なんていう技なんだろう。さあ掴んでいく、おっとこれはいい連携、おお投げが減る、わーおっと魂のタチチョップ、川シムダルシム勝利です。さあロードさんですよ。さあロードさんのエスケン、さあ火力が高いんで技を当てていきたい。おっと地獄車で逆に自分が画面端になってますね。動画早いっすねこのエスケンっていうのは。なんかいいキャラだとは思うんですけども。これはずっと遠目の間合いで玉の打ち合い無謀にも飛び込んでいったんだ。さあガード削れで、でまずは川島ダルシム1本選手、これはもうね伸びた手足に昇竜をぶちかますしかないですね。あっとこれビヨったぞ、うわーヨガインフェルノ出るぜ、カーシムさん勝利です。さあバルログですね。あっとこれは伝説のエスバルログですか。爪を落とすと二度と戻ってこないという、このバルログのなんていうんですかね、爪はやっぱ課金制にした方がいいですね。落としたら50円払うとか。おっとローリングで削っていく、おっと投げ露骨な投げを、これ結構事故る系ですかね。これいい判断ですね。あれ結構攻撃力も高いし反応できず、
おっと掴んでいくぞ。あーいい、すらすらすら石棺、すら石棺いいですね。おっとバカになる。おお、掴み返しましたね。この露骨な投げに掴み返すとか結構難しいですよね。ほんとスト2のなんて言うんでしょう、戦いからかなり外れたような組み合わせって感じですね。おー、小足からインフェルノ。さあ、あーこれいい、あ、打ち取りましたよ。終わった。あー今最後超減りましたよ。僕が喋っていいんでしょうか。さあ、バルログダイソン X ではよく見る組み合わせ、投げて、めくりに行く、めくりに行く、表、あっさり。投げて、さあ壁に行っても、うわあ掴んで、ここ削れない。あー下段で冷静。さあ一本一本裏回ったが足りず、さあストレート、ストレートを繰り出していく。さあもうどっと、あー削れてしまう。さあ裏ケニバイソン一勝しましたので3周目、はい、これから、ここから負けたら終了の3周目。おおい、僕ですか。おおお、はい、2週目最後のですね、いやまあすいません、マイクありました、山本です。2週目最後の裏剣さんが、失礼しました、2週目最後の、裏剣さんが、勝ちましたので3週目突入です。3週目の最初、ロードさん、ロードさんの S 剣ですね。開幕竜巻飛びから、おー巻き込まれた巻き込まれた、あーピヨっちゃった、おーっとおっと画面端で巻き込まれてファイヤー昇竜でおしまいになっちゃいましたね。ちょっと気を抜けないですね。ここね、ロードさんには頑張ってほしいところではありますが、うーん、やっぱりキャラ差なんすかね、バイソンはちょっと厳しい感じがするんですよね、たとえ S 剣といえど。お互いにダウンして画面端、ラッパー、スラッパーからおっと逃げ出したが惜しくも及ばず。続きましてが、なべさんの竜、阿部さんの竜は、お、開幕ファイアハードダウンを誘えたが勝利を打ってしまった、ピヨってしまった、恐ろしい恐ろしいあっという間に勝負がついてしまいました。
2ラウンド目もヘッドで波動を避けられ、つまきで逃げ、あー惜しい、今の飛び勝利は合わせなかったっすね。ぼちゃっとするが距離を取られるとやっぱダッシュ系のスピードに反応ができない、恐ろしいスピードですからね。画面端は苦しいのか、おちょっと中央に逃げれたが、ぐわっと押し込まれてしまった。山本さんのチュンリーさあ、おっとこれは相打ちだが、チュンリー立つか、立たない。三角組で逃げた、さあまだあるぞ、あーそれはめくれないとあれは死にかけですね。さあ、天翔はヘッドで潰されてしまう。さあ、画面端固めがきつい。さあ、スピバーが漏れる。あー、中盤しゃがみ大キック。さあ、裏剣さんが4勝。さあ、次がカネさんのガイル。あ、じゃあ、ウネさんか、失礼しました、ウネさんのガイルです。さあガイルバイソン、ガイル側がしっかりやればそんなに不利じゃない。さあサマ期待の星ですからね、10代卒プレイヤー頑張ってもらいたいです。あー分かった、これはラケットが逃したか、橋はきついな。あー見てからクレイジー見えてますね、ちゃんと、うん、クレイジーにはダムサマーお釣りにはならないはずなんですけど、これはあるよおーなんとサマーで来る、ざっくり切った、しかしヘッドで、おっとこれはその際がソニックサマー、素晴らしい反応ですね。いややりますね、10代ですね、やっぱり若手のホープですね。そうですね、ちょっと40代とはやっぱ反応が違います、ね、倍生きてますからね。さあ大パンが強い、しかしやっぱ画面端はきついか。あこれは掴まれて、おっサマー手先を切る、手先をサマーできる、すごいっすね。あ暗いゴチゴチでした最後は素晴らしい。さあ裏剣さんがこれで5勝。さあ決勝が山本さんの、ほぼ山本さんのチュンリーと浦健さんのバイソン。うねさんのガイル いいですね。さあこれは 3回3回勝った方が勝ち。
3勝した方が勝ちです。5セットマッチってことですね。さあほぼ山本さんがおかしな中キックをガンガン当てている。さあほぼパーフェクト。さあこれはガード戦列は抜けてしまうが貢献で削った。さあヘッドはね出が遅いんでね。さあ百列はさああの百列が強い。さあ裏行って投げる。あっとこれは投げに行ったところ中パンが出てしまってクレイジー。さあ1本目はどちらが取るのか。さあ飛行機当てているがダメージの減りが全然違う。あ嫌な距離を知っている。これはタイミングがぴったしでしたね。さあ1本目は浦ケニさんが勝利。こちらが勝っても四季の細道 初優勝。さあもう第26回なんですね。おうなるほど、どちらが勝っても初優勝。さあ山本俊理2本目はどう攻めていく。百列置いてあるがヘッド当たらず。さあ前歩き中足がスピーバーに化けてしまったが、さあ中足連打。百列暴れ、これは相打ちになってチュンリーが勝利。開幕背中限りえいっ。さあ百列は出さず、さあ天章が潰される。さあ投げが入って一気に逆転。これはさっきも見ましたね。歩き投げに行った中パンをクレイジーで刈られる。あなんと天章、さあ背中蹴り。変な蹴りが漏れて投げにはいかない。危ない。今のはクレイジーミスったか。さあなんと戦列が決まる。さあこれでお互いに1勝1勝。ペコさん、ペコさん、ペコさん結構見てますよね。これ来れないときは見ていただいてると。さあまたしても開幕背中蹴りだが今回はクラッ。さあ一気に体力が。さあこれはさあ何をしている。これはナメプか。ナメプはやめてください。しゃがみ中足にヘッドが当たったのかな。さあ投げは受け身を取っている。さあ百列は当たらず。さあ芋掘り強い。さあこれはチュンリガーが読んでいた。さあ中足ポクポク削ってますね。さあ体力的にいい勝負。さあ中中これは垂直小足。あ強いですね。相打ちでバイソンが取られてしまいました。さあこれで 1-1。
さあアッパーからつかみ、あきつい画面端つかまれる。これは匂い棒、おっとなんだそれは。裏ケニさんが冷静に芋を掘った。さあこれで裏ケニさんがリーチ2勝、山本さんが1勝。さあこれ山本さんが粘って取り返すのか。さあなんか色が適当だぞ。転生下蹴りでダイキック。さあ芋芋アッパーから掴みに行かず、さあアッパーで落として、これは背中から投げに行かない。そうですね、これはレイジー。さあ裏切りさんがリーチをかける。さあしかし相手はチュンリーです、わかりません。さあ今のはちょっと距離を間違えたか、あーっとまたしてもクレイジーが入る。さあ短波で削って殺せ。さあ裏剣さん初優勝です、おめでとうございます。じゃあ一言いただきましょうか、裏剣さんね、初優勝ですんで。ありがとうございました。お疲れ様です。どうですか、チュンリー戦最後ね。そうですね、1-1になってから1-1になってから結構分からない系の動きをしてくるんで。そうですね、なんかごちゃってましたけどね。そうですね、まあ噛み合うと負ける、噛み合うと、まあ、結構一方負けみたいな、まあまあ、そうですね、まあ、画面端のね片目が、そうですね、バイソン側がいけると、はい、かなり有利に立ち回れると。そうですね、まあチュンリー側も結構画面端で小規模とかってやってくると、結構バイソンもやばいみたいな、はい、まあチュンリーは強キャラです。まあ、まあ、お互いにね、そうですね。そうですね、まあありがとうございます、お疲れ様でした、ね、久々に来たんですけど。ああそうですか、俺もねちょっと一つ久しぶりにやったんですけど、まあ何回やっても面白いですね。そうですね、今日はでもガイルがすごい多かったような。そうですね、ガイル3人、ガイルとバルログですかね、全部で7体、ガイルが7体、そうですね、7体いました、ね、結構熱い戦いがね。さあ山本さんね、チュンリーだいぶ、まあ、形になってきたかなと思うんですけど、ね、そうですね、バイソン戦はまだまだだと、まあ、そうですね、まだまだ、ね、クレイジーね、食らいまくってましたよね。あ、美味しいですね。そうですね、まだね、あれを打っちゃうようじゃみたいな感じなんですかね。開幕結構何やるかってね、難しいと思いますけど。難しいですね、結構百列やってくる人も多かったりとか。あ、そうですね、百列は何もできない。そうですね、あとはまあ中足も、チュンリーの中足もあの戻りに判定がないんで、はい、結構付き合っちゃうやばいみたいな、ずるい技ですよね、感じですね。まあ、結構自己勝ちしか狙えないような気がするんですよね、バイソン側的には。あの結構チュンリーが硬いと、はい、そうですね、何もできない。気候圏ってね、やられちゃうとね、本当は何もできないんですよね。そうですね、気候圏と百列でレイジ様ったら先手みたいな。そうですね、それでまた繰り返しみたいな。なるほど、こんな感じですと。まあじゃあまあ、ね、初優勝です。そうですね、あのまたね、の試合をもう一回優勝できるように。そうですね、ありがとうございます。じゃあ次回からはマイナス1ポイントとなるほどなりますんで。わかりました、そこはよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあお疲れ様です。ありがとうございました。
Oh!
はい。そうしましたら時間もいい時間になってまいりましたので、この試合終わり次第放送を終了したいと思います。今週もありがとうございました。また来週も放送しやりますので、よろしければまたお願いします。
では放送終了します。お疲れ様でした。また来週お願いします。